今日は学校からのレッスンでちょっと時間が空いたんでやろうかなって思ってやってます。やっほー、いきなり始めたのにめっちゃ来てくれてる、ありがとう、ありがとう。お疲れ様、あいちゃん、ありがとう。今日は2年生最後の学校でした。そうだからさ、制服ラスト配信です。たかやさん初見です、ありがとうございます。高校2年生17歳元島りりかです、お願いします。おー、かかしー、バラありがとう、キャンディーもありがとう。ももちゃん通知表どうだった？通知表ね、なんか2学期よりは下がっちゃったけど2学期よりは下がっちゃったけど1年の時よりは上がってて、まあでもママにはさちょっと怒られたよね安定の怒られでした。今日は大丈夫だといいな、電波がすごい、部分的に前髪の薄さが違ってた。あみちゃーん、今日も来てくれてありがとう。まあ、嘘そう、バカだよバカだよまあでもね、テストの時だけは頑張れちゃうみたいなのはあるルナちゃんこんばんは今日も怒られた。夏美ちゃんバイト頑張りり、ありがとう。ちょっとね、なんかあ、ハート止めといた、ありがとう、りなちゃん、ウェイ。高校2年生17歳元島りりかです、お願いします。キラキラバトンをためてた、こんばんは、大輔さんこんばんは。みんな今何してた？学校と、学校みんなないか。あみちゃんお風呂入ってくれてらっしゃい、 JK2 お疲れ様でした、ありがとう。みんな今何してた？お仕事中とか多いかな？塾行ったことある？あるよ、しゅうすけさん。ひめじさん来たもん、ありがとう。あっちゃん、やっほー。あ、レオさんだ。こんばんは。友達とカラオケしてる。いいなぁ、カラオケ行きたい。人からな、ねえ、なんでそんなカラオケ多いの？カラオケ人口多くない？福ちゃん散髪してきた。おー、じゃあ、30日が楽しみだ。レオさん、バラありがとう。かけるんだ。かけるん、やっほー。来てくれてありがとう。遊んで帰ってきたとこ。あ、ゆなちゃんお帰り。何してたのかな？みんなもう春休みとか？学生は春休みかな？リリだけよ、こんなに学校あんの。やばくない？あ、レオさん、またね、ありがとう。夜もやるから来てね。ケンジさん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。メディさん公園次行くよ。あ、公園来てくれんの？かける、ありがとう。ゆなちゃん春休みいいな。みーさんだよね、みーさんだよね。こないださごめんよ、読めんくて。こんばんは、ありがとう。ケンジさん兄弟誰かいるんだっけ？兄弟いませんよ、一人っ子です。バリバリ一人っ子ですよ。みーさん、ありがとうございます。昨日の芝居出した問題の答えは夜出すの？そう、ももちゃん、そう、ごめんね。この時間はまだ出さないです。この後夜もやるから、夜っていうか10時台にも始めるから、10時台でクイズの答えを出します。おはるだ、おはる久しぶり。リカちゃんこんばんは。おはるやっと見れた、それが久しぶりや。しゅうすけさん高校入ってから塾行ってないや。同じくリリ高校入ってから塾行ってない。中学で終わったな。ケンジさん俺今日からリちゃんのやばいのに、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、やった、ありがとう。
今日は早めに来れたからユキ、よかった。あ、めっちゃハートくてくてる、ありがとう。あ、ピエールさん、お疲れ来ました、ありがとうございます。昨日も来てくれてありがとうね。今日まで学校だった今地さん、同じくだ。可愛さ増したね、ありがとうございます。あら、ありがとう。リカちゃん、猫ありがとう。待って、猫、猫ちょっと待って。ありがとう、猫。今日夜やりますよ。今日22時台にもう一回やります。その時だから、みんなハート貯めといてね。LINE LIVE にログインする、配信を見る、スクショシェアする、チャンネルをフォローするで、ハートが貯まるので、もしよかったらハート貯めて、見に来てね、10時台も。最近スクショできない、なんかスクショ機能最近おかしいって言ってた。壊れてる人が多いんだよね。そう、じゃああっちだね、今日ね。この時間のこれが制服最後の配信だから。福ちゃん、ティアラありがとう。ありがとう。前髪おめえ。春休みいつまで？春休みね、もう2週間あるかないかだった。やばくない？めちゃめちゃ短いんだけど、何事？マジ何事なんだけど。でも宿題がないから、宿題なんかあるんだけど、あるんだけど、なんかほぼやらなくていいみたいなやつだから。やらなくていいかなみたいな感じで。ゆかちゃん制服姿見てらば、ありがとう。なんか JK 感増すよね。前の納豆のやつ試した？まだ試してない。今度試すね。しんすけさん、高3から塾行くのダメかもな。そんな、わかるわ。受験生になるのか、しんすけさんも。頑張ろう。ピエールさん、自分は髪の毛のアッシュにしてます。自分の染めてるってこと？そしたらくちゃん、やらなくていい宿題ってあんの？そう、なんかさ、わかる？なんかテキストみたいなの忘れたんだけどさ、そんな、そのテストが、学校明け？ 3 年生になったらあるんだけど、3年生でなんか別にマークシートだからやらなくていいかなーみたいな。ゆうたまさん、こんばんは。高校2年生、17歳、元島りりかです。お願いします。ハート送ってくれてありがとうね。今 TGC 熊本ラーメンモデルオーディションの決勝に進出してます。決勝で上位2位に入れば TGC に出れるので、ぜひ応援お願いします。ユードマンさん、フォローありがとう。よし、ハートありがとう。ゆぴさん、こんばんは。こんばんは。はるちゃん、そういや4月から社会人になって引っ越すから遠くなるけど、最近も行けない。引っ越ちゃうの？遠くなっちゃうの？マジ？泣いる？また会いに来て、リリに。ゆうたまさん、ありがとうございます。やった、初めて言われる。初めてっていうか、なんか LINE LIVE やってると結構言われる。あ、スクショ撮った人、スクショ撮ったらシェアしたらハッたまるよ。ぜひ貯めてね。ピエールさん、優勝しよう。もう頑張る、ほんと。リリ頑張る。絶対 TGC 出るから、応援してね。お願いします。好きなスポーツ選手は、誰だろう。スポーツでしょ？チーボーキャンディありがとう。スポーツ選手。サッカー選手が結構好きです。内田篤人選手。好きだった。合ってるか、内田選手が好きだった。だからすごいサッカー、パパがサッカー好きだからめちゃめちゃサッカー見てます。ピエールさん、ゲリありがとう。なんかリリンチはどちらかといえば、サッカーと野球だったらサッカーかな。そう、サッカー見ることがいいかな。日本代表の選手とかめっちゃ見てる。あと、本田圭佑さんとかも好きです。部屋かわいい、ありがとうございます。すごい、一部分しか見てないけど、ありがとうございます。これかわいくない？マジでもう、めちゃめちゃ今ディズニー行きたすぎてやばい。
ょっと水飲むね。おはるいし、いってらっしゃい。最近スケート見てる。そうだね、今スケートやってるもんね。おはる頑張りり。ケイジさんこんばんは。ゆうとまさん大好き。私が私のこと、え、私のことって捉えるね。じゃあありがとう。ゆうとまありがとう。キーちゃん、ケイジハートありがとう。ありがとう。そう、そういえばね、さあ今の時間ちょっとお腹すくじゃん。だからさ、飯テロするね。なんかね、熊本のなんだっけ、熊本のあれ、アンテナショップに行った時になんかね、黒糖ドーナツ棒ってのを見つけたので、リリ黒糖好きだから、しかもクマも映ってるし、ちょっと買ってみたみたいな。さてやさんこんばんは。ゆうとまさん部活とかしてるの？してないです。でもめちゃめちゃ部活っていうか、部活に入りたかった部活あるよ。暇人さん、スクショできないかもだけど、スクショしたい、できないかもだけど、スクショ？いや、スクショダイブする？しんすけさん、お腹すいてなかった？じゃあ、スクショダイブ入りたいと思います。じゃあ、くまモンとツーショットいきまーす。はい、チーズ。取れた？あ、取れてるね。黒糖好きだからリリも買っていました。だからちょっと初めて食べるものだから、どんなか分からんけど食べてみたいと思います。かかしー、キャンディーありがとう。ひまじさんできたね。それの通知来てた。いただきまーす。熊本県豆知識。草千里で馬に乗ることができるもん。ええー、そうなんだ。馬乗れるんだ。ちょっとかま。入りたかった部活？あ、ピエールさん、キャンディーありがとう。入りたかった部活ね、天文部に入りたかった。こんな感じか。黒糖ドーナツ棒。こんな感じだった。今日の夜ご飯まだわかんないんだよね。食べてみよう。あ、ドーナツだから柔らかいのかな。ちょっと半分に折りたい。いただきまーす。そうだよね、黒糖といえば沖縄のイメージ確かにあるわ。うん、うん、キーボーケーキありがとう。めっちゃおいしい。え、めっちゃ美味しい。甘いし、なんていうの？そんなパサパサしてないから、めちゃめちゃうまい。え、めっちゃ好き。またもうこれリピあり、マジで。ピエールさん、ケンリーありがとう。そう、天文部に入りたかったの。星が好きだから天文部に入りたかったんだ。でもなんか、ちょうど、天文部が、の部活日が、レッスンとか仕事がある日だったから、諦めました。ヒカルくん、帰り道よー。おかえりおかえり。ジャスティンさん、誕生日おめでとう。ありがとう。美味しい、これ。なんか、甘いし、うま。これマジでリピありだわ。チーボー、今日チーボーのチームリーの指示で夕飯決めるわ。いいよ、じゃあラーメンね。ラーメンね、味噌ラーメンよ、味噌ラーメン。
味噌ラーメンね。 OK? ゆきさんこんばんは。初見でしたよね。ごめんね、いきなり食べてるとこからスタートするってね。高校2年生17歳元島リリカです。今 TGC 熊本ランウェイモデルオーディションの決勝に残ってます。2位内に入ったら TGC に出れるんです。2位の夢がね、TGC に出ることだから、ぜひ応援してください。お願いします。そう、ラーメン食べてちゃえば。はるちゃん、レッスン前にゴンちゃん、待って、ずるいんだけど。え、ねえねえ、ずるい。ねえ、おはる、それはずるい。リリ、マンゴージュースの甘さ多め、氷少なめ、トッピングパールが好きだよ。ゆきさん、血液型教えて。血液型は O 型です。O 型です。大雑把な O 型です。オッケー、チーボー待っとるぞ、その報告。そう、今日実はね、22時台にもまた始めるので、もしよかったら見に来てね。そう、その時までにみんなハート貯めてきてね。無料ハートたくさん貯めてきてほしいな。100ポイント貯めてね。100ハート貯めてね。コポンドさん、こんばんは。私 B 型だけど O 型っぽいです。お、そうなの？何、そんなことあんの？ひまじんさん A 型、そう、みんな血液型何型？ゆうとく同じってことは O 型ってことかな？あ、ゆちゃまるからゆいかに変えた。おー、ゆいかちゃんっていうのを覚えとく。ありがとう。ゆちゃまるちゃん。ゆちゃまるって結構ルチャまるみたいだよね。はる、ルチャが好きなのか。なんだい？お誕生日映像で書いてあった。そう、そう、3月3日にお誕生日を迎えました。花のセブンティーンでーす。お願いしまーす。ケイジさん、昨日兄ちゃんラップめっちゃ良かったよ。ありがとうございます。でも昨日はもうちょっと上手くできたなって思ってめっちゃ家で後悔した。ちょっとね、ここをこう言えばよかったって、もう毎回そう。なんか、何かやるためにそうやればよかったって思う。チカさん、今日も可愛い、ありがとう。ふくちゃん、A 型。私も、おはろちゃん、O 型。まさやさん、わかんないのか。レッドスター、O 型。血液型検査したことない。ニーナさん、血液型検査っていつやるの？てか、生まれてすぐやるんじゃないのかな。でもなんか、生まれてすぐやるとさ、お母さんの血ばっかりあるから、お母さんの血液型になりやすいって言われるよね、よく。O 型だけど、だいたい A 型って言われる。細かいし、綺麗好きだから、ヒカルくん。そうなんだ。綺麗好きはね、いいと思う、リリ。にも綺麗好きになりたいもん。実は昨日リージちゃんに会いに行ったよ。え？どうして？いつ？どこで？会いに来てくれたの？嘘、いつ？ピエールさん A 型、チーボー O 型、俺ガタガタ。いるよね、そういう人。だいたい血液型何かなって言うと、俺ガタガタとか、俺クワガタとかさ、いるよね。いるいる。何県出身ですか？ゆうきさんは A 型で熊本県民。あ、福岡県民だ。ごめん。あ、ケイジさんバラありがとう。福岡県民？福岡めっちゃ好きなんだけど、リリはね、東京出身です。ケイジさん A 型。リリちゃん A 型っぽい。マジで？そうかな？リリでも結構大雑把だよ。福田光也さん？昨日も来てくれたよね。青春高校3年生応募って書いてあったもん、昨日も。こんばんは、ありがとう。ピエールさん古い。古い？性格からはパピー。性格からはパピーの方。そうなんだ。いや、だからさ、リリもね、パパが B 型だから、結構ガサツだからワンチャン B 型かもしれない説が出てきた。やばいよね。やだな。ちょっとパパティシュちょっとやだな。何になりたいの？何になりたいの？何になりたいの？将来の夢？将来の夢は、もう、めちゃめちゃある。雑誌の専属モデルもなりたいし、TGC に立つことも夢だし、大きなファッションショーにたくさん出るのも夢だし。とにかく今はモデルかな？でも、いつか女優をやりたいなって思ってます。ふわふわです。あ、ふわふわしてくれてんの？福田光也さん。ありがとうございます。やった。ふわふわでーす。ふわふわです。なんかもう一人で自己紹介、いや、何回もやってんな。なおとさん、こんばんは。ありがとう、来てくれて。
高校2年生17歳元島りりかだおー。現在2位、1位が24万の席。おお、すごい僅差、僅差っていうか近いね。頑張ります。うち A 型だって思って検査したら B 型だった。ゆきさん、やっぱそういうことあるよね。リリも絶対 O 型って思ったら B 型っていう説が出てきそうだから血液検査はしません。パパと一緒やだパパに似た。そう、なんか性格とか見た目とか全部パパに似ちゃったから、ほんと最悪って思ってる。なんかさ、でも女の子はさ、パパに似るといいって言うけどさ、リリってあんまりないんだよね。やりたいとこと夢があるのはいいことだ。でしょ？モデルからの女優グッド。でもね、タレントもやってみたい。タレントって言ったら変だけど、なんかバラエティとかも出たいなって思ってる。でもやっぱりそのためにはトークとか頑張んなきゃなって思ってるから、もっと頑張りたいと思います。だからね、こういうLINE ライブでもね、トーク力をちょっと磨けたらなって思ってます。そう、だからなるべく面白いトークをできるように今話題を広げようと頑張ってるんだけどさ、なかなか話題を広げられなくてさ、またそういうところで親に怒られるんだろうなっていつも思ってる毎回親に怒られるの、もうやだよ。そう、リリ、パパにそっくりってめちゃめちゃ言われるよ。なんか見た目もパパに似てるって、なんかもうパパを女にした感じってめちゃめちゃ言われる。あ、ゆうきさんフォローしてくれてありがとう。まさよしさん、こんばんは。ホールケーキありがとう、ありがとう。ひまじんさんなちゃん何歳だと思う？なんかでもこないだリハとか言ってたよね。大学生ぐらい？二十歳ぐらいじゃないかな。予想ね、予想よ。予想。怒られてばっかり。怒らないで。もうほんと奥ちゃんそれ言ってママに直接。ママにめちゃめちゃ言って。もう怒られたくないよ、リリー。せーみーしょくさん、こんばんは。こんばんは。すごい笑ってる。何？笑った？この手できるで。こっちはちょっと、こっちはちょっとやばい。こっちはちょっとできないわ。ハロー、初見です。ありがとうございます。高校2年生17歳、元島にりかです。応援お願いします。パパ、綺麗っていうか、美形じゃないよ、全然。やだー、パパ褒められてるよって。パパまだいないよってそう、マジで本当にめちゃめちゃ言われる。パパに似てるねって。ママに怒らないでって言ったこと言ってたと、よろしくお伝えください。了解です、伝えておきますお父さん背高そう。めっちゃパパ背でかいよ。180センチあるって言ってた。なんか体型っていうか、なんか体重と身長がルパン三世と一緒って言って、すっごい自慢してくるのパパカイトさん、ハルキさん、初見です、こんばんは。高校2年生、元島りりかです。17歳です。 JK です。セブンティーンです。応援お願いします。そう、 TGC 熊本ラーメンモデルオーディションに参加してるんですけど、もし1位と2位を取れたら、2位以内に入ったら熊本に行くことができるんです。それで熊本の TGC のラーメンを歩くことができるんです。私はそのランウェイに歩くのが、TGC のランウェイを歩くのが夢だったので、その夢を叶えるために皆さん応援お願いします。よろしくねー。初見さんよろしくだお。よろしくねー。花のセブンティーン、キラキラー。そう、花のセブンティーンです。2位の身長でも 160.5 しかないの、やばくない？なんか、そう、なんかさ、女の子ってさ、ママの身長抜かすとか言うけど、リリママの身長、ママよりまだちっちゃいんだよ。ママもでかいから、なえるみたいな。身長が欲しい。ただただ身長が欲しい。でも牛乳嫌いだから牛乳飲んでこなかったんだよね。パパさん、足首細いのかな？足首測ったことない。測っとこっか？てやパンバラありがとう。パパルパンってだけで関係。見た目、じゃあマジで、体重と身長だけだからね。もう見た目はもう全然違うから。本当に違うよ。お母さんは峰富士子。そういうことにしとこ。そういうことにしとこ。じゃあ、リリは誰だーいってね。そう、熊本絶対行くまもん。みんな応援してね。まだまだ伸びるよ、多分。多分って言わないで。伸びると信じてるの、リリは。お母さんバレーボール選手ぐらいの、そこまではない。でも、リリよりはでかいよ。
ちょっとマジで黒糖ドーナツも美味しかったから2本目いただきます。あ、レッドスター、クマありがとう。で、クマも見たかったんでしょ、レッドスター。違う。ありがとう。身長欲しいな。 B っぽい、リリー B 型っぽい。マジでやっぱりよく言われるわ。医薬品さん、こんばんは。でしょ、くまもん。見たかったんでしょ、レッドスター。知ってるで。なちさん。なちさん、こんばんは。高校2年生、17歳、元島りりかです。お願いします。今ね、TGC くままとラーメンモデルオーディションの決勝。決勝なんです、もう。だからみんなのハートが私の TGC への道に繋がってます。みんな応援お願いします。パパさんはママのハートを盗んだね。そう、いいこと言うじゃん。めっちゃうまいやん。カレーなべさんバカうまいやん、その言い方。あ、薬品さんありがとう。ちょっとリリ今度さ、パパの前で言ってみようかな。関係ないけど、ジェリビが一番好き。あ、リリもジェリビ好き。ジェリビとキャンディーラブめっちゃ好き。なんか盛り上がれるから好き。好きばっかり言ってんな。中学2年生です。イェイイェイイェイ。おー、年下だったの？ゆうきさんって。え？ニーナさん、わかった？これ、すげ丸じゃない？それはすごい。医薬品さん、キャンディーありがとう。リリカさん、春から JK だよ。うん。いいの後輩やん。よろしくね。いいよ、JK 楽しいよ。あ、男の子 OK、ゆうきくんって呼ば。そういえば去年巨人戦行ってたけど、パパ、ママ、巨人ファン？特になんか。なんかリーチあんまり野球見ないからわかんないんだけど、まあなんか野球だったら巨人が好きだよねみたいな話かな。そう、まあリリーが巨人が好きってのもある。坂本勇人選手がめっちゃ好き。めっちゃかっこよかった。でもこないださ、あれ、イチローさんが東京ドーム来てたじゃないですか。それめちゃめちゃ見たかった。一回だけでもイチローさんがよくバットを振ってるところを見たかったなって思った。もう、引退しちゃったからね。見れずに終わっちゃうのは悲しすぎる。そう、同じ日に楽話でリリムやってた。あ、ケイジさん推し一緒、推しかぶり。カルくん、俺も一度見たかった。それな、めちゃめちゃ見たかった。でもすっごい人だったよね。みんなさ、携帯片手にさ見てんの。やっぱさ、こうさ、引退するってのが分かってなかったじゃん、最初は。おー、くちゃん、指輪ありがとう。もうママにダイヤモンドの指輪募集されたから、自前の指輪でソーリー。そう、だからさ、なんか一郎さんが引退するってさ、みんな知らなかったじゃん。だからあの時本当に入れた人は本当すごいなって思う。すごいなっていうか、いいなって思う。だって終わってから引退発表したじゃん。って思って。かすみちゃん、やっほー、こんばんは。医薬品さん、カップケーキありがとう。好きか得意なスポーツは？好きなスポーツとか得意なスポーツがないんだよね。とにかく体を動かすことが苦手だからさ。強いて言うなら、好きっていうのは、好きっていうかまあ、好きだなって思うのはバドミントンと、あとラクロスと、あとなんだろう。特にないかな？その二つぐらいかな。マジで本当にさ、スポーツしないんだよね。強いて言うなら、まあ最近縄跳びで二重跳び飛べるようになったよ、みたいな。あと、もう一個言うなら走り方が変ってよく言われるよ、みたいな。そう、なんかね、
学校の授業で体育ね走るの何キロとか走る、3キロとか走るんだけど、めちゃめちゃ走り方変ってバカにされるんだよね、学校の子に。なんか走ってる時飛んでるよねとか言われて、飛んでないのに、全然走ってないさ、飛んでるとか言われて、マジなんやった。まるちゃん久しぶり、やっほー、元気、ありがとう来てくれて、そんなにありがとうございます。あやちゃん走ってみて、やだよ、恥ずかしいな。ここで走ったらリリいなくなるからね。消えるよ。もう何もない画面が映るだけだよ。まあ、ね。そう、なんかめっちゃ友達にね、次こそ、次の体育祭で絶対動画撮るからマジ見てみって言われた。しゅうすけさん、水泳は、自分は無理すぎる。水泳ね、リリプール帰ってたからさ、泳げると思ったんだけどさ、意外と泳げなくなっちゃったんだよね。ゆうきくん、サッカー部です。外遊びとボードゲーム、サッカー、野球とか好き。すごい好きじゃん。すごい好きじゃん。いいと思う。好きなことたくさんあるのは。まるちゃん、まだ熊本決まってないよ。今、決勝中なの、決勝中。今週の土曜日までに、上位1位、2位に入ったら TGC 熊本に出るの。みんなから応援してほしいです。お願いします。私の学校持久走ない、いいなぁ。リリ、まず3学期一番嫌い。だって持久走とさ、縄跳びがあんだよ。もう超最悪。縄跳びだってもともとリリ二重跳び跳べなかったからさ。だからもう全然、なんかポイント、点数制でね、何点いかなきゃ成績1とか言われて、って思って。だからさ、もうめちゃめちゃ頑張ったら、そうさ、頑張ったら二重跳び跳べたの。拍手リリは本当に嬉しかった。二重跳び跳べただけマジで、あんなに快感なんだって思った。イエーイって思った。そう、まるちゃん間違えた、大丈夫よ。な、応援してる、その歌詞。ハート送って、ハート。あやちゃん、腕と足の長いから、走り方が変。そういうこと？だからか。トヨッチさん、はじめましてだよね。こんばんは。高校2年生、17歳、元島リリコです。応援お願いします。ハート欲しいな、ハート。ハートが欲しい。サクヤさん、また来てよ、ありがとう。マリリカです。初見さん、いらっしゃーい。やってます。ハートあったらちょうだいどす。ハート送ってくれてありがとう。明日は彼の家行ってお昼ご飯食べる、なんかいいなぁ、リア充してんなぁ、幸せだなぁ。R くん、同い年？おー、同い年？ねえ、仲良くしよう。イェーイ。同い年。ため。ミーヨンさん、初めて来たよ。おー、ありがとう。ずっと見てくれ、ずっと見たかったって思うの？嬉しいんだけど。ありがとう、ミーヨンちゃん。ミーヨンさん？覚えるね。ハートありがとう、送ってくれて。PYM さんもハート送ってくれてありがとうね。いきなり始めたのに、1288人も来てくれてる。明日は佐藤健インテリストでうどん食べに行く。それはさ、うどんも美味しいけどさ、相手の方にも需要がある。相手への需要っていうの？いいな、イケメンとうどんを食べに行くと。いいな、まるちゃん。あやちゃん、私はリリジューしてる。うえー。いいよ、リリジューして。毎日 LINE ライブやってるから来て。さくやさん、あ、完全に声潰れた。大丈夫？叫びすぎた？なんかやったの？みーよさん、元気ありがとう。つみきさん。お誕生日おめでとう、ありがとう。リリは明日は自主練です。ふわちゃんで自主練です。シナ、今日は学校、そう、2年最後の学校からのふわふわ練習でした。叫びすぎたの？なんでその叫んの？ディズニーでも行ったの？絶叫トラクション乗った？それとも青春してきた？ゆいかさん、ゆうかちゃん、明日はお姉ちゃんの部活、ダンス部のラスト公演見に行く。楽しんでね。
いいね、お姉ちゃんのラストを見に行けるのいいね。引退か、もう引退っていうのかな。一日になって、あけ。そう、明日から春休みなの。今日まで学校でした。通知表が返ってきました。もう大変でした。明日からめっちゃポイント送れる予定だからマジで。おー、あやちゃん待っとる。ありがとうね。声優150人も見てくれてる。ありがとうございます。ピンクさん、初見です。こんばんは。高校2年生、17歳、元島りりかです。応援お願いしまーす。としました、自主練。おー、進級できるよ。翔さん、そんなにおバカにするのか？進級余裕でしますよ。いつ取ったことないからね、リリとけど。高校生ですよ。JK です。SJK です。来年から LJK になります。そう、なんかこないだ、SJK とか LJK とか FJK を説明してた。わかる？ FJK とか SJK とか LJK とか。ゆびさん、初見です。ありがとうございます。高校2年生、17歳、元島りりかです。応援お願いします。その後1年で卒業なの。通知表書いてきてママにちょっぴり怒られちゃった。ゆちゃん、こんばんは。ありがとう。LJK 楽しんでね。かすみちゃん楽しみます。そう、みんなわかってる？ LJK とか SJK とか。SJK ってのは、セカンド JK。2年生ってこと。で、LJK がラスト JK。3年生ってこと。え、USJ のしてる？それわかるわ。僕は KJ で知っとるわ。KJ。JK、逆にしただけか。高校生女子。セカンドファンタジー、ごめん、見れんかったもん。LJK はラスト JK。SJK はセカンド JK。FJK はファースト JK。お、ゆいかちゃん、春から LGC。まだ若いね。ゆいかちゃん若っ。中3か、楽しんでね。中3って何があったかな、リリー。何してたかな？受験だったな。高校受験。勉強になりました？よかったです。USA! USA! ダパンプさんちゃうわー。赤坂に教えたの？そうそうそう、赤坂に教えた。てか、みんなが教えてた。次から SJK です。おー。リーの一個下か、かすみちゃん。ファースト、セカンドって来たのは流れ的にさ、まあね、そうなんだけど、まあ、いいんだよ。ラストだから、JK。JK 最後、まんじーみたいな感じだからじゃないの？わかんないな。そうじゃないのかな？谷ちゃんさん、はじめまして。ハート送ってくれてありがとう。こんばんは。高校2年生、元島りりかです。応援お願いします。ふわふわ入った時は LGC だって。中3。もう4年目。早いなぁ。作次さん。6月から30だよ。おー。30歳だとなんて言うのかな。アラサーっていうのかな。合ってるかな。あ、かすみちゃんご飯いってらっしゃーい。ため息疲れたの、あいみに。やば。わかるんだよ、みんな。みまゆみさん、大学受験は、まだ考え中です。でも、進学はしたいなって思ってます。たにちゃんさん、スクショタイム。いいよ、スクショタイム。じゃ、JK っぽいポーズで撮るね。いきまーす。3、2、1。取れた？取れてるね。オッケー。ありがとうございます。比嘉正和さん。ありがとう。ウィンク？
取れました？あ、みなちゃん来てくれてありがとう。一瞬固まった。固まったかと思った。素晴らしき JK 感。イエーイ。プリクラあまり撮らない、。なんかね、高校生になってからプリクラ撮んなくなった。投げゲスも。はい、じゃあありがとう。取れた？よきばる。25歳になったらアラサーっていうのね。じゃあ次35歳になったらなんかいいのかな。ケイジさん、モールケーキありがとう。ユーチャロスさん、ヤッホー、ヤッホー。大好きちゅう。ありがとう。ヨッシー、ディディベア、ありがとう。ヨッシーもくまモン目当てか？いいよ、全然くまモン出すけん。神社の高影。じゃあそろそろ終わりにしよっかな。そう、この後ね、22時台にももう一回やるから、また22時台の時にも、ハート100個集めて見に来てほしいです。お願いします。はい、じゃあ今日はね、この時間いきなりやったのに来てくれてありがとうございました。1856人も見てくれてる。ありがとう。では、今夜22時台もやるからみんな見に来てね。22時台では、質問じゃないや。問題の答えを発表するからみんな見に来るんだぞ。じゃあ、バイバーイ。ハート集めといてね。